新全ビラボスタートです。こんにちは。<ー> <laughs> はい。今日はですね、セルフケアをやっても細くならない人、注目っていうね、とこのテーマでやっていきたいと思います。はい。<laughs> と私と高瀬さんはセルフケアで、うんと、継続することによって足を細くするっていうところでお伝えしているんですけれども、<laughs> セルフケアをやってもやっても細くなりませんみたいな、 相談を受けることもにあったりとかするんですけど、うん、どう隆さんうんあの相談もそうですし私自身もその座ってるときは緩むんですよねなんだけどなんか立ってたりなんか違う仕事してるとあれなんか硬くなってきたなって思うこともあ,あるっていうことを繰り返してたのでそしたらねこの間慎吾さんが なんかただエルむだけだと違うんだよみたいなこと言ってたから今日ちょっとぜひこの場を借りて先生に聞いてみたいなっていう,う、はい、ことなんですが、ね、見やすいとこで言うと、まあ、ちょっと手にしようかこう,あのこうやってこう手,手であればさそのみんなねこの時に施術手の自分で手のセルフケアをするときに大体こうやってやんのほな柔らかいのこの時は手首とか、うん、触っても 骨もう柔らかい。でも、肘も伸ばして、こうやってピンって。指も伸ばして。うん、この状態で手首触るの、骨。ほら、硬くなってんのうん、なんか、骨ぼねしいというか。そうでしょうん。とうことは、これでずっとやっても、このこう肘が曲がって、こう、緩んでるときは緩むうん。いやねんけど、ちょっと手を伸ばしたときに、もうストレスかかって、 もうその時には緊張の体になっちゃってるんんこ,これだけでそれだけで。うん。だから、その自分の緩んでいる時にこう緩めても、その緩む感覚を覚えるにはいいけど、うん、実用的じゃないというか。うん、ああ。緊張している時に緩ましてあげた方がいいってことですかそうそうそう。だからその例えば、その、 いい悪いではなくてまず初期の段階は緩むとといいう感覚をつかんでしこれが例えば膝を伸ばそうが足を上に上げようが体をひねろうがどんな時にも緩んだ体を作りたいうーんよ。もしくは長時間経ってますっていう時にふくらはぎが疲れたり太ももの前が疲れたりっていう人が多いねんな。それそれ ふくらはぎが柔らかくなったと、でも立ってみて、実際に触ってみたら、うん、もう硬くなってたり、うん、今、二人はね、そのどういう姿勢で座ってんのか分かんないけど、その座ってる時にふくらはぎ触ってみ。今、ふくらはぎの下の方を触ってみ、前に押してみ。その時の硬さ、これどうそのちょっと硬い。 前,前に押せるぐらいあの柔らかいか柔らかいです椅子に座ってる時ね私ちょっと硬い。い椅子に座っている今度椅子の高さもあるわけ、うん、その低い椅子に座ってる時と高い椅子に座ってる時大体の場合は高い椅子に座ってる時の方がふくらはぎの下の方がもう硬くなりやすいうーんこれね全部測ってみるといいわ その自分のふくらはぎ、うん、常に触んねチェックして。うん。だから、こう、一番いち、いつもの長時間の、その、ソファーとか、と、例えば会社に椅子は合わへんとかあると思う。おお<ー>、うん。この時には意外とね、俺自分でこう何回も確かめたんやけど、もうめっちゃふくらはぎ硬くなってん、ね。そう。 新幹線に乗った時とか,かそんな時のふくらはぎの状態ってめっちゃ硬かったりする、うん、その今度温泉とかでさあのああの緩んだ場所でふくらはぎとか触ってみんなほならもうトロットロやから大抵で温泉に出た瞬間からもう張ってるからだからどっちかっていうと緩むことが大事っていうよりも、うん、緊張しそうな姿勢の時に緩むことが大事なんよ。 気づまず気づけばいいんですかね。うん、あ今私これあ、いつもより硬いわき。緊張してるわ。とか先に、あのー、太い、太いっていうか、なんでこんな太いんやろって思うことね。うんそこには必ず原因があるの。うん、で、その原因っていうのがストレスなさ食べ過ぎの場合はちょっと置いといてね。はい、だから全体的に太いっていう場合は全体的に落とすことはやらなあかんけど、 そのなんでここだけ私太いんやろうっていう場所ってあるや、うんな。なんか柔らかくなってる時はあ確かに細くなる気がするって実感持ってもらえると思うんやけどでも例えば新幹線のに座ってる時の姿勢とかもうふくらはぎパンパンなってたりする。うん、だからこんな時だから知らん間に緊張してるわけ。うん、太い人って知らん間に緊張してる うん、それに気づかへん限りいつもの癖やから、うん、逆に細い人はなんかそういう場所が変わってもぐーっと硬くなりにくいなりにくいで、ね、そうなんですそのまさにそれなのよリラックスしてるから体の位置がそもそも使い方がいいからそう例えばウエストが細いっていう人をやったとしたらどんな状況でも姿勢がいいまずで、えー、姿勢がいいっていうのは 芯が通っててどこ触っても柔らかい状態あ結構姿勢がいいっていうと <coughs> みんな固めてるイメージお腹とかお尻もね,ねうん僕昔その家でもあのー、何えっと寝転ばないっていう女性がと出会ったことがあって、うん、だいぶ年上の方やったんやけど腰触ったらグンとね、うん、意識は高い。 意識は高いけれども、うん、緊張してんねんな、筋肉が。そら腰痛なりますと。だからウエストもくびれてないよ、もちろん。うん、そこにストレス溜まってんねんから。っていうふうに、しっかりしよう。頑張ろう。っていうふうにし,あのしてる人ほど柔らかいかどうかを確かめてほしいし、そんなことを考えてなくても、普段座ってる姿勢でもう、例えば今、 その座ってる時に太ももの前は硬くないかを普段から常にチェックするあそれはできますねみんなもそうそうそう,そう今この時に太,太ももの前張ってないかなで、えっと、重さをチェックするこれはねあのみんなも得意やろうけれどもそのどこに重たいのがかかってるんやろっていうのを知る例えばこう座ってると仮定しましょう、はい。なら両方のお尻に体重乗っけてるよね ほんなら、片方だけに変えてみる。片方だけに変えてみる。っていうときに、どっちが赤が上げにくい。うん。なんか、なかなか重い腰が上がらんっていう場合は、体重乗せすぎない。ああ、そっちのお尻に。そう。うん。座ってますよね、今。な足裏ついてますよね。な右足上げてみる。左足上げてみる。これを、パッパッと上がるか。なる これ、だから、あ、これ、うん、余裕ですぐ上がりますよっていう人は、軽く足触れてんでね,ね。うん。体重、ドーンって乗っけてない。うん。ってことは、ストレスがかかりにくいから、その,その前提知識があって、うん、で、立ってる状態にして、もしふくらはぎが張ってるんだったら、うん、もう立ってる状態でセルキアセラがなんか、んかその、そこまで日常にまだ、うん、落とし込んでない。 っていうのもありますよっ、ね、て<う>この姿勢でよしやるぞっていうのはだいぶできるようにはなってるけれどもなんか日常的にうん、うん、おあちょっとまたここ硬いじゃんゆるゆるそれができるようになるとですよね。だから意外とね自分が気づいてない時にめっちゃ例えば内ももとか知らん間にめっちゃ緊張してたりするの、まあ、女の人の方が、うん、あの緊張度は確かに低いよ。 男の人の方がもうが結構いつ,いつでも緊張してることが多いけど、内ももが私、太いんですっていう人、でも普段は柔らかいから、全然筋肉ないんですっていうの、ね、が、ちゃ、うんと、うん、ガッチガチ、ガッチガチに緊張してる、むっちゃ硬くしてる、それに気づかへんと。じゃあ、内ももがぷよぷよしてるっていう悩みの人ってめちゃくちゃ多くて、もうなんか、筋肉がないからぷよぷよしてるんじゃなくてそう違う ガチガチで硬いからうんだから柔らかい緩んでる時はほんまにぽよぽよしてんうんうんいやねんけどある時っていうか多くの時間緊張してん、うん、結構ガチガチに固まってんあ、でも私がずっとそうだったからすごいわかりますわかるうん別に固めるっていう意識はなくってもうこういう状態が当たり前なので これをどうにかしないといけないっていうのもわからなかったし、うんごさんに会ってガチガチだよって言われるまで自分がガチガチだなんて思ったこともなかったので。いやその太い場所、自分で気になってる場所あれやん。うん、そこぐらいは見たいよね、自分のことないから。うんうん、今,と今となっては <laughs> 自分の体なんだから自分でなんとかしないとって。 まあ誰かね最初に気づいてくれる人がいてもいいかもしれへんけど。ああそうですね。で、ほとんどの時間、24時間のほとんどの時間はもう自分しかいないやん。誰も自分の体見てくれへんやん。うん、今緊張してるよとか言ってくれへんやん。<laughs> だから貧乏ゆすりに近くって、ほっといたら貧乏ゆすりの癖ある人っているでしょ。うん、あれって結局自分で気づいて、その貧乏ゆすりをやめていくしかないやん。 うん、内ももの緊張とかも一緒であ今私力入ってる重くしてるっていうのを自分で気づくしかないよ基本はその時にセルフケアしてほしい硬くなってる時に緩いのにいくらセルフケアしてもん、うん、柔らかい姿勢でいくらやってもしょうがないそれは、うん、だから硬くなりな硬い時にあの不得意な動作の時にやってほしいちょっとそれね高橋さんチャレンジしてみたいよね、うん そうですね場合が、まあ、セルフケアもあると思うから、まずはその緩める感覚を知る段階、でも、例えば私はもうそれは分かってるから、じゃあ今度はその24時間のうちに、あ今でしょって時に <laughs>、その、あはいはい、ゆるゆるみたいな感じでやり続けるとそ,うそ,うそれも大事やし、あとはだから伸び伸びが最低条件にあん、ね、のよびび。 伸び伸びと遠心性っつって中心から末端に伸びてる状態なんとなく言って坂田さんは分かるよね。私は。が縮こまる人が太団になる。うん、筋肉がこう,こうなったらこう太くなるわけよ。うん、こうなったら基本的にはサイズは細い。うん、でもいつ知らん間にこうやってるわけ。うんうん、だから基本は伸びとくってことで。伸ばそうとすると逆に緊張するから <laughs> リラッとして伸びてるっていう。 状態を作り出してそのリラックスして伸びてる状態でセルフケアしてほしいんさっきと一緒でこの緩んでる時にこうやってもそれは柔らかいわと。でも一瞬こうピンとこう伸ばした時にいろんなとこやってみると硬いとこ出んねんどっかに。うん、伸ばした伸び伸びとした状態で柔らかい体を作っていく練習製品と普段立ってるってなったら膝も伸びてるやん。そうですね 伸びてるときに意外と硬くなっちゃうなんか関節節かかっちゃう感じが。うん。多いよね。うん、そうそう。だから関節の詰まりを取るっていうのが一個。うん、ああ、そういうイメージですね。うん。で、僕の場合やったら、登山をすると、坂なんですよ、歩くのは。うん、ほんなら、ふくらはぎがめっちゃストレッチされんねえな。このついた瞬間に、なんかかかとがこう曲がるや、うん。で、 このストレスをかけたときに、本当はセルフケアしたい。<laughs> なるほど。本当はね。だから、あこう緊張が入った段階で抜いていくっていうことを触られへんから、歩いてるから。だから僕の場合は、セルフケアでやった経験を生かして、意識でもうか、この斜めになった段階、ここ伸びたらすぐに緩めるっていう練習をしてる。 いいですね、意識で。だからその前に一旦緩める感覚をつかんだ方がいいね。うん。結構伸ばしてあ緊張してんなっていうのを分かってその中でも緩んでいく感覚をつかんだ方がいいよね。だから今度こんな線でもこれでああ硬くなってるところを緩めていくっていうその手順がいるよね。さらにに負荷を上げるとその坂道みたいに こうふくらはぎが伸びたっていう瞬間に緩める練習とか例えばこうパンチを打たれたっていう時にこの瞬間に緩める練習だからこれ段階なんやもういろんなとこに意識を張り巡っ<笑><笑>らせて動物はやっとるんのね意を向けた瞬間にその部分を固めてしまうっていうことってそういう癖がみんな入っちゃってんねんな うん、でちゃんとせなあかんって思ったりするからだから伸ばしてるってことは一応なちゃんと伸ばしてなあかんっていうか,、うん、だからそういうよりももっと伸び伸びしようと思って伸びた方がいいよねまずねああこの姿勢ですねまずはねああそうそうそう,そうこの中でも僕で言うたらもうこの上の方とかやっぱまあ張ってんねんまだ、うん、これ全部なくしたいね本当はほんなここ触って柔らかくしていくと姿勢が良くなるからそこの負荷負荷とかストレスを こっちに戻すようになんねん。こうやって触ってるうちに。あ、姿勢が良くなったらこっちが緩むんやってことが分かるわけ。うん。この通りだ。だから足の美脚のセルフケアとかやってる時も、足伸ばした状態で、例えば人にギュッてやってもらうと、うん、こうなんよ、ね、やられた人。ってことは、そこの重みをこっちに持ってってるわけね。抜けるように。姿勢を整えてるのよ、実は。だから自分で触れて、 体が起きるるぐらいになるとほんまに成果出るまだまだ細くなる可能性があでもそれが本当にできるようになったら体の調子を整えるもそうだしスポーツ選手なんかも疲労回復なんかにもつながるかもしれないし疲れないはい <laughs> そうですよねそもそも疲れないですよね疲労そこの部分にたまんないんですもんねだから乳酸が溜まると 分かるやろ乳酸が溜まるって分かるやろ、うん、ほな酸化するわけ、はい、体がこれでもう老化やん、うん、離れていくやんかだから乳酸が溜まらない体質を作っていかんとねそしたら疲れない、うん、そうそう疲れないしあの老化し老化にならないと、うん、だからいつもこの姿勢だけじゃなくてちょっとストレスを溜めたねビーンってこう伸ばした状態で乳酸が肩に溜まってしまうとかやったらもうこう伸ばした段階でこれ 伸、ね、び伸びして緊張のない体をどう作っていくかやねってことは姿勢を作っていかなあかんってこといい姿勢を。伸のび伸びとかって、うん、のするときの筋肉って普段使ってないんですよね。うん、全部縮める方の筋肉の使い方はしてるんですけど、うん、伸びる方のこの使い方ってしてないからそれを意識してると本当に逆疲れるって きっと最初だけ、最初だと思うんですけど。実はね、疲れないの。あ、それはやり方がちょっとあれですかきっと間違ってるですけど、うん。もう一個、もう一個原点戻ると、うん、伸び、伸びっていうか、その朝起きた時の伸びないバあんンってやるやん。うん、あれ疲れへんやん、別にで。あくび。あ,<ー>あくびした時とか、うん、よっしゃーってこうガッツポーズした時、嬉しい時、うんうん、伸び伸びするやろ、気持ちが。ああうん、うん、伸び伸び。その人おらんやんよ,っ <laughs> よっしゃーって。よっしゃーってだめやん。 うん、これは疲れ疲だからそれをその気持ちで伸,ば伸びながら真面目にこうやって伸ばしてったら疲れがな <laughs> そうかじ、ね、ゃちょっと気持ちも入れてかないとあれですねそういうことそういうことそういうこと形だけじゃなくてねそういうことだからなんかて天に向かってもう 手が届くんじゃないかっていうぐらいのな、うん、こう、いいね、それ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 ,それ,それ、分かってきた。だから心が大事なよその。あんまり形じゃなくてね、うん、体は勝手に伴うから、基本は。ああ、ちょっと真面目に伸ばしてたの、じゃあ。そう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 。けど、けどその中で緊張度をうーんってやりながらこうやる。<laughs> <laughs> <laughs> 真面目がないか <laughs>。真面目がないかの確認。みんな得意なのは、こう伸ばすけど、こう伸ばすのは下手くせ。だから逆立ちみたいな姿勢あれやん。はい、あれ手首、こう曲げるでしょ。うん、あれで伸び伸びはやっぱ苦手やねん。うん、指が反らへんっていうかな。だから指だけこう伸びるだけじゃなくて、こうも伸ばしてる。<laughs> こんな時姿勢がよくない姿勢よくないとここ伸びひん。<laughs> お,い,おーいいねいいいいねいいねなんかさっき山崎さんが姿勢って姿の勢いって書いて姿勢なんだよっていう話がすごいね高橋さんが共感してたけど <laughs> そうよだからその姿勢した時に真面目な,なんかまっすぐやなってなったらなんかそのなんかじゃ整形したなみたいな,なんかその形だけ整って見えるんやけれどもそこに 心の状態とか勢いが見えへん。勢いのある状態、心がね、生命力の美しさを感じるよね。ああ、もう、うん、そしたら、もう特に女性はあれかも、なんか形からって思っちゃうけど、き私今思ったのは、やっぱ気持ちからも入った方がいいなって。うん、絶対そっち。え、ね、そうしない。女の人はもう気持ち入ったら行くから。うん、うん、伴わないなって今、すごい思った。<laughs> 頑張ってすごい 伸ばしてんのにって <laughs> ちょっとふてくされてたけどやってんのにみたいな気持ちが入ってなかったかもだから間違えててもいいね間違えててももうガチガチに緊張しながらもしやっててもいいねよその人が勢いがあればその人の方がが早く変わる、うん、間違うてもう思い切りやれる人もう勢いをこうみんな持って。 姿勢だからね。勢いのある姿が姿勢というそう,そう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 。<laughs> まあ、それがなかったらいくら形整ってても、僕らやったら女性見た時に美しいなって感じ。骨組みがまっすぐな人やなって見えちゃう。棒が立てるのと一緒なんか例えば左右均等の目でとか、鼻がちょっと高くて口角がちょっと上がってるとしか見えへん。美しいとは感じへんわけ。<laughs> うん。勢いがないからね。そういうこと、そういうこと。<laughs> まあちょっと勢いの話多くなっちゃったけどセルフケアの話やったよなだから伸びた状態でこうセルフケアをするっていう。うん。うん,緩んだ状態だけ当にもう指先も足も全てですよね、うん。だよね。まあ毎回毎回線でいいけどその緊張させながら緩めるってことが大事。 単に緩んでるだけだとたるんでるになっちゃうから緊張かかりそうなとこでいかにかからないかっていうのが大事だからちょっとそれを実践してまた次回ちょっと報告し合いましょうか慎吾さんありがとうございましたやす今日はこんな感じで終わりにしたいと思いますお疲れさんでした